とかね、言ってくれたらね、差し入れとかもしやすいのにね、みんな女優ばっか言ってね、差し入れしづらいっすよね。あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。図書カードが欲しいですとか言えばいいのに。2年報の榎本一樹です。好きな女優は長澤まさみです。かぶってんな。今度映画があるので見に行こうと思います。いいですね。勝手に行けよって思いましたね。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。3年ミッドフィールダー森田大吾です。好きなサッカー選手は長谷部誠です。応援ありがとうございました。お疲れ様でした。寡黙なタイプね、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。3年フォワード高橋修です。好きなサッカー選手はクリスティアーノ・ロナウドです。応援ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。さあ行きましょう。もう書くとこなくなってきちゃったね。3年ディフェンダー中村太一です。好きなサッカー選手は内田篤人選手です。応援ありがとうございました。はい、ありがとうございました。もうシンプル来てましたね。まあいいでしょう。もう最後大きくしててもいいからね。もう書いてって。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。2年ミッドフィルダー近藤智樹です。好きなサッカー選手はアザール選手です。連覇できるように来年も頑張ります。期待します。頑張ってください。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。あと何人だ。2年フォワード室井圭介です。2連覇できるように頑張ります。どうした、風邪ひいてんの。大丈夫。スティッチ応援よろしくお願いします。スティッチって言われてんの。スティッチっていじられてんの。はい、じゃあスティッチのモノマネが入るそうです。すいません、ね、一回皆さんちょっと飽きてきた頃だと思うんでスティッチのモノマネ挟みます。お願いします。なんて言えばいいんですか。なんて言えばいいってどういうことだよ。じゃあ僕スティッチ言うなお花って言います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今やったんでしょ。あ、これからやるの。あ、これからやるの。あ、ごめんごめん、差が全然分かんなかった。僕スティッチウーマンオハマン。意外と反応いいよ。反応めちゃめちゃいいじゃん。今後めっちゃできるじゃんこれ。やらせてみるもんだね。おいいね。決勝のゴールの時より盛り上がってたんじゃないか。2年フォワード高橋直樹です。好きなサッカー選手はバーディー選手です。来年も2連覇と得点を目指して頑張ります。期待します。やった。
はい、ありがとうございました。続いていきましょう。2年ミッドフィールダー秋山秀樹です。好きなサッカー選手はバルセロナのイニエスタ選手です。来年も連覇できるように頑張ります。はい、期待してます。心強いっすね。簡単なことじゃないですけどね、ぜひぜひ頑張っていただきたいところでございます。OK、 どうだ、 まだ書いてない人、まだ書いてない人いるね。書いてない人2年ミッドフィールダー岡本哲です。好きなサッカー選手はマンチェスターユナイテッドのポール・ポグバ選手です。あ、ちなみに好きな芸能人は、イーガルズの藤井カレンさんです。なんか付き合えるみたいな顔で言ってたけど今ちょっと腹立ったな今。あ、おい、ありがとうございました。ありがとうございます、お疲れ様でした。ちなみにとかさ、誰も聞いてないのにね、なんかお疲れ様でした。ありがとうございました。3年ミッドフィールダー五十嵐マストです。好きなサッカー選手は柏レイソルの伊藤純也選手です。日本一という経験を生かして次のステージでも頑張っていくので応援よろしくお願いします。おなんかやれって言われてたけど大丈夫ね。そこは次のステージには関係ないと大丈夫ですね、はい、仲いいねけどこう見てるとねみんながね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ラストジャンボーって言われてるよ。3年フォワードの宮崎光です。イエイ。好きな、女優さんは橋本環奈さんです。おぉ結婚します。おぉいいね。推進より難しいからね。頑張って期待してるよ。あのモノマネを一つ、あモノマネ一つ、ハリーポッターと賢者の石で、偶然ポッターと出会ってしまった時のスネイプ先生のモノマネあります。芸人みたいな振り方するな本当。しっかりポッター、こんなところで何をやっているんだ、ポッター。ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい。勇気、拍手を送りましょうね。素晴らしい。お前になればいいだって。サッカー上手なんだ、サッカーが。はい、では選手、28人かな、全員にメールをしていただきました。ここでですね、来賓の皆様にも、メールの方をいただきたいと思います。ということで、学校法人、群馬育英学園、前橋育英高等学校理事長中村様、まずはよろしくお願いいたします。一言いただ、一言やっぱりいただきたいですね。すいません、せっかくなんで。いや、ものまねなんです。本当に、ね、今回の選手権では皆様の応援ありがとうございました。まあ本当にあの3回目の挑戦ということで、まあ私がプレッシャーかけちゃったようなところがあったんで、本当にあの勝ってくれてよかったです。まあこれからも前橋育英高校パワーアップしてですね、連覇できるように頑張ってくれると思いますんで、ぜひ応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。期待してます。ありがとうございます。続きまして、本日のこのイベント、こちらのイベントですね、大変ご尽力いただきました前橋おもてなしの会会長、小野京子様よろしくお願いいたします。はい、会長ありがとうございます。はい、皆、育英の皆さん、そして山田監督、本当におめでとうございます。私はおもてなしの会といって前橋をスポーツと文化で、すごく活発にしていこうという会で、市長さんすごいですね、前橋のまとまり。もうパレードになればこれだけ人が来るし、まあこのように皆さん集まりくださって、何よりもでも私一番偉いなと思うのは、府警の皆さんです。
多分お腹空いて帰ってくるだろうし、すごい汚くして帰ってね、そうでしょ、お弁当もすごいだろうし、送り迎えもすごいだろう。だけども本当にその選手を支える12番目のサポーターとして頑張った皆さんに本当に拍手したいと思います。でも本当に皆さんおめでとうございます。おめでとう。みんなイケメンでいいね、中村理事長。宮崎、結構お前見ながら言ってたぞ今。カンナからくら替えできんじゃねえの。ありがとうございます。続いてまいりましょう。山本龍様、大変お待たせいたしました。よろしくお願いします。この実験勝利をね、ザスパにどうにか結びつけないとダメなんでね、みんな頑張って頑張って、でまたいつかザスパに戻ってくる時があったら歓迎いたします。こんな頭そうなヘッドハッドになります。いやいや、そんな思いで僕嬉しいです。皆さん本当にありがとうございました。主催くださったおもてなしの皆さん本当にありがとうございました。で、株式会社公演ありがとうございました。で、池江のみんなありがとう。ありがとうございました。で、メールの方よろしくお願いします。師匠も、はい、お願いします。すいません。はい、ありがとうございます。ではすいません、最後はですね、この方に命令を締めていただこうと思います。山田監督に、あ、すいません、新庄長、ザスパクサス今、新庄長、奈良さんにもすいません、申し訳ない、ずっと対面で顔見えてたのに忘れちゃいました、すいません。じゃあ改めて、奈良さんよろしくお願いします。すいません。はい、行方の皆さんおめでとうございました。山田監督おめで、本当におめでとうございました。嬉しいです。育英高校からですね、サッカー部から、優勝してくれたことで、群馬のサッカーの火が、また燃え上がりました。皆さんのつけてくれた火をですね、ザスパがですね、さらに大きくしたいと、そんな決意を持ちました。ありがとうございました。そしてですね、皆さん3年生は進路が決まっちゃったようですけども、次の進路が終わった後にはザスパも成長していると思います。ザスパで待ってますので、期待でですね、ザスパが魅力のあるチームになるように頑張りますので、お互い頑張りましょう。2年生1年生頑張ってザスパにも練習来てください。待ってます。皆さん、すいませんね、こんなところで宣伝して、もうサッカー、とにかく育英が、群馬のサッカーをさらに、先ほど見ました火をつけて皆さんに、大きく大きく貢献してくれたなと思います。その火を消さないように頑張りますので、応援よろしくお願いします。おめでとうございました。ありがとうございます。期待してます、県民の思いです。ではメールの方もよろしくお願いします。ちょだいぶ不審な顔になってました今。大丈夫ですか、ね、笑顔でカメラに。ありがとうございます。最後奈良さんなんでだいぶ目が乱れた感じなんですけど、大丈夫でしょうかね。はい、ありがとうございます。心が乱れてる。じゃあ最後はすいません、山田監督に締めていただきたいと思います。よろしくお願いします。ああ、はい、あ、すみません、もう寒い中で、ね、もう早く帰りたいでしょ。本当にありがとうございました。じゃあ入れます。なんかよく見ると汚い。いや、汚いのだから奈良さんですよ。奈良さんのそれ直してください。奈良さんの心が乱れてたから。はい、はい、ありがとうございます。OK でした。じゃあ最後ですね。ありがとうございました。すいません、山田監督の仕切りでですね、万歳三唱ですね、ちょっとせっかくなので、選手の皆さん、前出てきていただいて、万歳三唱で締めさせていただければと思いますので、皆さん今日遅い中、ご協力ありがとうございました。皆さんのお祝いの気持ちで、これからも、毎日行く、そして群馬のスポーツを盛り上げていただけたらと思いますので、どうぞご協力よろしくお願いいたします。大丈夫でしょうか。いや、万歳じゃないよ。万歳、万歳、万歳だよ。特殊な万歳方法、急に発案しないで。はい、じゃあ大丈夫ですか。はい、お願いします。はい、じゃあ元気を受けましょう。万歳！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 前橋行くぜ！前橋育英高校の皆さん、おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今はこんな未来に、あっという間大きな拍手を送りください。お疲れ様です。
様でした。ありがとうございました。選手監督退場されます。大きな拍手どうぞお送りください。ありがとうございました。では皆さん、本日はご協力いただきありがとうございました。ブースの方にはですね、あったかい食べ物、飲み物ご用意ございますので、どうぞお風邪など吹かれませんようにお気をつけてお帰りいただければと思います。こちら出店ブースの方にはあったかい飲み物、食べ物もご用意ございますので、どうぞそちらの方をご利用いただければと思います。本日ご好意により、たくさんのブース出店いただきました。そちらのブースの方でもぜひぜひ、お買い物をお楽しみいただければと思います。よろしくお願いいたします。寒い中お付き合いありがとうございました。向こうの出店ブースの方ではあったかい飲み物、食べ物の、そういったものもございますので、ぜひぜひ選手お二人のあったかい気持ちであったかい食べ物を、食べていただければと思います。本日ご好意により出店ブース出ていただきました。ザスパクサスのブース、クレーム特製グッズなどもございますので、どうぞそちらの方も覗いていっていただければと思います。前橋育英高校サッカー部、優勝おめでとうございます。選手の皆さん、監督お疲れ様でございました。本日は優勝バレーの